はいどうも、じゃあサスタイアンです。本日もニュースをつっついていきましょう。今日ご紹介するニュースは、アビガンです。どうしようかどうしまいかね、これ取り上げようかどうしようか迷っていたやつなんですけども、ここ最近になってね、確固たる明るいニュースがですね、このアビガンについての明るいニュースが舞い込んできましたので、まあそちらをね、ご紹介がてらアビガンについてもですねちょっとご説明していこうかなと思っております。ということでですね、取り上げるニュースは NHK ニュースウェブからですね、見出しが臨床試験中のアビガン増産始まる、新型コロナ治療に期待ということで、じゃあ早速本文を読んでいきましょう。富士フイルムは新型コロナの治療薬として期待されているアビガンの増産を始めたと発表しました。今年9月には現在のおよそ7倍にあたる1ヶ月あたり30万人分の生産をする計画です。富士フイルムグループが開発したアビガンは新型コロナの治療薬として期待されている薬の一つで、国の承認を受けるため臨床試験が始まっています。国は先に決定した緊急経済対策で合わせて200万人分のアビガンの備蓄を確保するため、国の要請に応じて増産につながる設備投資を行った企業に費用の全額を補助することにしています。こうした中で富士フイルムは15日原料メーカーなどと連携して生産体制を拡大し、アビガンの増産を始めたと発表しました。今後生産能力を段階的に引き上げ、今年7月には1ヶ月あたり10万人分、9月には現在の生産量のおよそ7倍にあたる1ヶ月あたり30万人分を生産する計画です。富士フイルムはその後も生産能力を拡大し、備蓄確保に向け増産を進める方針です。おしまいと。はい、とってもですね短いニュースなんですけれども、ただねこれ貴重な情報がいっぱい詰まってるんですよね。ということでですね、ちょっとそれをね、セレクトして皆さんにお伝えしようかと思うんですけれども、まず一つ目がですね、200万人分のアビガンを備蓄するためにもう予算付け確保ができていると。それからそのアビガン生産のために設備投資を行った場合には、国が全額丸ごとそのね、設備投資の費用を補助するということなんですね。これはどうやら富士フイルムの工場で、富山にある工場なのかな、そこだけじゃなくて、そこに原料を供給するね、まあ富士フイルム側にとってみたら仕入れ先になるわけですが、そのね、原料を作ってる会社のその生産設備増強、ここもですね補助対象になるようです。まあ、結構ね、日本政府としてはだいぶ踏み込んだというか、前のめりにやってくれた、やつだな、っていうふうに思いますけどもね。なんかこう、前のめりとかっていう言葉を使っちゃうと、早まった悪い風な印象が起きちゃうんでね。これはむしろ機動力高くと言った方が、言葉としては適切かもしれません。それからもう一つ、これ9月には現在の7倍にあたる1ヶ月あたり30万人分を生産するというふうに、言っていたので、これ30万割る7で考えると、現在でもですよ、月産4万人分、まあ1週間でだいたい1万人分相当生産しているという形になります。これ日本国内における感染者数っていうのは、さっきね、厚生労働省のホームページ見たんですけども、4月の15日現在で8100人なんですね。約8100人ね。で、これは2月からの累計値で、さらに言うと、ここからもうすでに回復して治ってる方も、大勢いらっしゃるわけですよね。まあこれ PCR 検査がすべてね、希望した人に受けられてないということで、もしかしたら、実態はね、この8100人よりも多くなってんじゃないかと。まあまあ、それはそうかもしれませんよね。確かにね。で、その点をですね、テレビはつっついて、検査数が足りないぞ足りないぞとね、実態よりも少なく見積もっているんじゃないかだとか、日本政府をね、これ、ロックダウンしろ、ロックダウンしないとまずいことが起きるぞというふうに糾弾してね、間もなくオーバーシュートを起こして、医療現場が崩壊するぞというような形で、こう、まあ、絶望鋭くまくし立てているわけですよね。特にテレ朝ではですね、富川アナがね、今あれじゃないですかね。ね、あれで寝込んじゃってるじゃないですかね。コロッと寝込んでるでしょ。で、俺が代わりに頑張ってるぞって感じでね、息を巻いている玉の皮が透き通るさんみたいなから目を三角にしてね、絶望するとき飛沫が飛ぶような感じで、糾弾しているわけですが、まあこれね、医療現場がね、崩壊を起こす前に、もしかしてこれが本当だったとそのまま聞くんであればですね、強烈な対策が打てそうだという形になりますよね。で、笹山もさっきもね、計算しましたけども、今現在でさえ1週間で1万人分のアビガンが生産、供給されております。だとするならば、今ね、治験中、テスト中なんだけども、いざとなったらね、そのね、お薬全部軽症者も含めて一気に使っちゃえと。ね。
このまま混乱せずに収束する方向にね、もしかしたら向かっていきますよっていうことでしてね、医療現場のね、崩壊だとかなんだとかっていうふうな最悪な事態は防げるかもしれませんねと。はい、そしてここでもう一つね、記事を紹介いたします。薬読みというですね、医療系ウェブメディアに富士フイルムと共同でアビガンを開発した方、富山大学名誉教授の白木公康先生のコメントが載っております。ちょっとね、難しいことが書いてあるので、優しい部分だけね、抜き出して、お読みいたします。白木教授は新型コロナの治療で一刻も早くアビガンの使用を検討すべきとの考えを強調。医療機関の倫理審査委員会で了承を行い、承認を前倒ししてアビガンの投与を行うことが重症者の救命や肺炎による後遺症の回避にもつながるとの見解を示している。現在の新型コロナの治療対応について、呼吸困難が生じるまで治療を行わないようだが、これは明らかに間違い。生死の問題だけでなく、肺炎が起きていれば即治療を行い、後遺症が残らないよう対策が必要と強調。中国の最初の統計によると、100人が感染すれば20人が重症化し、5% が ICU に入り、2人が死亡する。アビガンを早く使えば呼吸困難には陥らず、ICU も人工呼吸器も必要なくなるのではないか、との見解を述べ、早期のアビガン投与の必要性を訴える。富士フイルム富山科学が6月末の終了を目指し、治験を開始しているが、アビガンの承認見通しが7月としても、医療機関の倫理審査委員会で了承を行い、承認を前倒しして投与することが重症者の措置、それから重症者の救命や肺炎による後遺症の回避にもつながるとの見解を示し、3ヶ月後に承認されるのであれば、先取りして投与を開始すべきではないかとの持論を語った。おしまいと。と、まあ、こんな風にですね、アビガンの共同開発者である白木教授も言っていた通り、肺炎は重症化すると後遺症が残るので、それからですね、あと ICU だとか人工呼吸器というのはそもそもですね、高度な医療施設にしかついていませんし、数に限りもあると。だから早い段階で、軽症の方にもですね、アビガンを飲ませて投与して、そしてね、今治験ですか、テストをやってるんだけども、どうせですね、もう大量生産してるわけですよね。今現時点で大量生産してるってことは、まあ、それが終わりしたら必ず使うわけです。だったらば、そんなメンツだとかですね、制度上の問題だとかって言ったんやで、もうすぐ、今すぐにですね、このアビガンを投与してくれと。こういうふうに言ってるわけですよね。まあ、ほんとね、笹谷もそれに完全に同意いたします。だってね、アビガンってそもそも新薬じゃないんですよ。2014年に発売された、もう既存であるお薬なんですよね。処方箋さえ出してもらえれば、誰でもなのかどうかとにかく、まあ、妊婦さんとかね、一部ちょっとね、飲んじゃダメですよっていう方いらっしゃるんだけれども、そうじゃない方だったら大概ですね、投与していいということになっているんですよ。だから、厚労省ってのは本当さっさとね、仕事をして、今はもう非常事態なんでね、通常とは違うので、制度上の問題がどうのこうのとかね、その何、省庁間だとか縦割りのメンツがどうのこうの、そういうのをね、一切突発してね、早く、これね、患者に、欲しいとね、使ってくれと言ってる患者さんにすべて、これ、アビガンがね、投与できるように、そういうふうにですね、さっさと仕事を進めてほしいもんですよね。笹谷はですね、新型コロナの医療対策でずっと心配していたことが一つありまして、まあこれ前の動画でも何回か言っているんですけども、これ死亡数が跳ね上がった国はおしなべて人工呼吸器だとか、あるいは CPAP と言われる、呼吸の補助装置の在庫が尽きてしまってるんですよね。ベッドに空きがあっても、そしてそこに患者を寝かせても、治す薬がないし、そして人工呼吸器がなければ、もう本当に呼吸がだんだん、縮こまっていって、体力がバレて死んでしまうっていう。これが、この大量の死亡原因の一つになっているわけですよね。で、だから、僕はこれを救うためには人工呼吸器だとか、さっき言った CPAP と言われる、この呼吸の補助装置をどんどん増産せよというふうに言ってきました。これしかもう、対策はないというふうに思っていたんですけども、このアビガンを使ってね、軽症さんも含めて、早めに投与すれば、そもそも、そういった重症まで陥らないと。医療現場にも負荷がかからないし、それから人工呼吸器だとか CPAP だとかっていうところの、そのなんていうの、在庫だとかですね、あるいはその稼働率みたいなことも下げることができるし、これ、まっこといいね、お薬だと思いました。
だからこのメディアもですね、さっき言いましたけども、ロックダウンに備えないととかなんとかっていう話よりも、これアビガンを感染者全員に投与できる数が今ね、日本国内には積み上がってるんですからね、そしてそれは既存の薬で、体の影響だとかですね、あるいはそのリスクがどうのこうのかっていうのももうすでに顕在化しているわけですからね。だからその投与方法に沿ってさっさと使ってほしいとね。本当はだから東京望月さんみたいな方がですよね、あの会見の場で突っ込んでいけばいいわけですよね。東京望月です。菅長官、アビガンの在庫が積み上がっておりますが、なぜ今すぐに投与しないんでしょうか。もう、アビガンが効くことは分かっているわけですよね。どうですか菅さん、みたいな、そんな感じでですね、なんか突っ込んでほしいですよね。すいませんね、ちょっとね、寸劇が始まっちゃってね。まあ、とにかくですね、新型コロナに関しては、日本と世界では医療現場でやってることが全く違うんですけども、ちょっとね、僕もハテナマークがついていたんですけども、案外ね、これ日本がやってることって正解なのかもしれませんよね。ということで、なんとなくそのアビガンのね、モヤモヤみたいなものもね、なくなってきたところで、それじゃあ最後はね、今日も謎かけて締めたいと思います。白木教授とかけまして、アビガン承認と解きます。その心は、早く厚労省出しましょう。いや、実はですね、この医療のお話って、僕、畑違いなんで、あんまやりたくないんですよね。付け焼き場の知識をね、言って間違っちゃったりするとね、もう赤っ端じゃないですか。でもやっぱこういうご時世なんで、日本初の明るいニュースって僕は好きなんでね。で、皆さんにもそういう明るいニュースでちょっとでもこうね、顔を上に向けられるようなね、前を向いて歩けるような、そういったね、明るい話題を提供したいなと思ってこの動画を作りました。ね、だから今日も、面白かったよかったよ。ささやん一緒に頑張ろうっていう方はですね、チャンネル登録、いいねボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ささやんでした。